はい、それではまず会社名とお名前からお願いします。川島企画奥野です。奥野さん、よろしくお願いします。そうしましたら、ご紹介いただけるブランドをお願いします。水ボトルという水筒になります。水筒にしては随分カラフルなんです。カラフル、今年はカラフルに、はい、並べております。実際この中でも、何か一押し商品とかあればご紹介いただけますか。売ってる商品がこちらですね。本掘れはないんですけども、エコーということでゴミをなくすということで、はい、じゃあこれを持ってペットボトルをもう持つなっていうメッセージでよろしいですか。はい、そういうことです。なんかこっちにも大きいのが並んでるんです。本保冷のあるタイプで、こちらも人気のある商品なんですけど、はい、じゃあ夏場はキンキンに冷えた飲み物が、はい、飲めます。なるほど。では最後にちょっと一言メッセージとあればお願いします。エコの時代なんで、またこれからもよろしくお願いいたします。みんなで水筒を持とう。そういうことです。以上です。奥野さんでした。ありがとうございます。